ボトムターンからトップターンに上がる角度がどういうっていうね、まあ、パッと聞いたら俺関係ないやと思うかもしれない。これジャイブと全く一緒です。うん、ジャイブで最後までレールをコントロールするっていうやり方、これ全部一緒なんですよ。だからジャイブのボトムターンの入り方から最後セール化して抜けるっていう形なんですよね。だからそこをしっかりとやれば、ジャイブさえしっかりしてればこういうのってね、全てが分かるんですね。だからまあ全部つながってます。うん、だからまあ俺関係ねえやじゃなくて見てもらえば、おおそういうことね、あジャイブっていうのもそうなんだ、ターンをコントロールすることはどういうことなんだっていうことが分かると思います。じゃあ早速いきましょう。まずこれね、先ほども言ったようにボトムターンしてトップターンに上がるその角度、この角度っていうのが結構問題で、ウェーブやってくるとね、その角度いかに縦に上がるかっていうところが結構問題なんですよ。うん、そこどう、だから結局はそれっていうのはレールをいかにコントロールするかっていうことにつながるんだよね。うん、まあまあ、あのレールをいかにコントロールするかっていうことで言うと体軸だったりとか、うん、スピード内径、体重移動、こういうことですね。あと上ウィンドサーフィンの場合だったらセールを多少使うと、セールを多少使うっていうのはセールがメインじゃなくてセールのパワーポイントを置くことによって体軸はそこに行きやすい、だからボードが行くっていう、そういう考え方なんですかね。まああんまりこうヘリクスみたいなこと言ってたら分かんない、軽く説明していきましょう。でまずねこれね、見ていくと分かるんですけど、これボトムターンをここからします。ちょっとフォアリックっぽいでしょ、グッとマストを前出して、うん、これジャイブですよね。だからね、で体が見えないと、うん、まあこれは体が見えないとしょうがないです。で波はこれ大きくないよね、あんまりね、肩、胸肩ぐらいか、こんな感じなんですよね。でここでほら結構角度的にはいい角度で上がってますよね。斜め45度としてね、この斜め45度じゃないですよね、結構縦に上がってる雰囲気が出ますね。でここで、これ見てもらうとね、多分ね体の位置っていうのは位置関係ね、で腰の位置が完璧にあのトップ、あの波のトップの腰が下ですよね。でセールを完璧に開いてますね、これね、これ手を背ば、ジャイブね、これフォアレイキするとはい、ね、こうターンが長くなっちゃうから入んないんじゃないかっていうちょっとイメージがちょっとあるんですよね。うん、これあのこの前の動画で送った、まだ送ってないのかな、前傾を意識しすぎると内傾が弱まるっていう法則があるんですよ。これはもう完璧にあって、フォアレイキを練習し始めると必ずこう落ちるパターンなんですよ。これ 100% 落ちるのかな。うん、まあ、ある程度ジャイブがちょっとできて、じゃあフォアレイキやりましょうと、まっすぐふっと前に出す、前傾するっていう形を取ると失速は必ずなくなるんですよ。だって手を動かさないわけだから、そうするとそこにねこう快感を覚えてしまう、これ絶対覚えるんですよ。私も散々覚えましたねこれね。うん、そうするとそこの快感するね、ぐっと前に出た時にスーッと膝が伸びる感覚をね、なるべく一つのそのいい感覚を、ね、長く保ちたいんですよ。すぐやめない、どん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 それが長くなる。だから前傾は強くなって加速っていうか失速化しなくなるんだけど、今度ボードが回んなくなるんですよ。そうすると最後のセール返す時にセール返したらセールが返ってこないとかね、うん、そういう風に陥るの。うん、セールが返ってこないっていうのは何かっていうと、これ内径が足んないから、ボードが回ってないからセールが、ランニングでずっと前にぐーっとガンガン走っていっちゃうので、セール返すとセールが遠く返るんですよ。うん、そういうことなんで、セールって遠く、まあこれも多分ね解説してると思うんで、多分ねどっかで探せば出てきて、割れ駅とかいろいろと探せば出てくるんだけど、単が長くなればなるほどボードが回らなければ回らないほどセールっていうのは遠く返っちゃうんですよ。それなんでみんなマストをキュッとこうなんだろう、マストを縮めて近くに返そうという、そういうまたあの元に戻ってしまう悪循環っていうのが結構ある。これ今度あれかな、もっと詳しく話せばいいかな、もしかしてイメージあるけど、これをちょっと解説していきましょう。かなりマニアックだね。うん、でこれどういうことかっていうと、フォアレイキに入るときに小さいターンに入るフォアレイキっていうのはブーメン度すごい下げるんですよ。セールのパワーポイントを下げることによってなるべく内側に持ってくるの、ターン小さくするの。ブーメンド下げれば下げると、下げれば下げるほどターンが小さくなるんですよ、入りでね、フォアレイキで。これで調整するんですよ、実は。そのイメージね、うん、だからまあそのイメージをしっかり持つってこと、だからターンの小ささ大きさっていうことは、そういうふうにセールの出し方出す、秒数が変わってくるっていうことをちゃんとイメージする。まあね、あの気持ちよくできるのはいいけど、それをちょっと数ずつ変えていくっていうことです。そうすることによって OK ですね。
で前傾病でね、前傾病って使ったのかな、この前のところで前傾病、これをどん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 この前傾病の山にかかってくると、どん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 ターンが長くなって、まあ、加速っていうか失速はしなくなるんだけども、セールを返した時にどん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 セールがポーンと前さばきした時にセールがすごい遠くなってきて、セールが返ってこないっていうね、この悩みが今度出てくると。そのためにどうするかっていうと、みんな今度はマストデをこうせっかくね前さばきができてきてね、マストまた近づけてしまうと、マストデをで風を寄せてしまって、昔のようなクリューファーストのようなセールの返し方になってしまうっていうね、そういう風にどんどん落ち込んで落ち入ってしまうんですね。うん、だからこれはやっぱりこうある程度ねちゃんと言ってくる指導者がいないとね、それって直せない。やっぱり気持ちいいものってどんどんどんね、どうしてもねやってしまう、どん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 そのね長くなってしまうよね。ふわーって気持ちいいなと思ったのもっと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 ってなってくるわけだからね。もっと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 みたいななってくるから、これはね本当にもっともっとなんじゃ。それは、超高速フラットの界面でやるといいと思いますよ。うん、超高速が出て超フラットでもうプリプリで吹いててっていう時にやるとね、本当にそれ気持ちよくできますよ。ものすごい長いフォア冷気がうーんみたいな、こうそういう長さね。うん、まあ、それが、うん、いい波のとこの条件でマストサイズとかそういうメンツルのボトムだったりするとそういうのができるね。うん、まあ、そういうこともねたまにいいかもしれない。うん、まあ、平水面でジャイブするんだっても全くドフラットでそういうねコンディションがあったらやってみてください。以上です。ちょっと長くなっちゃったかな。今日もマニアックな、ちょっと解説だけども基本的に言うと全部同じという、ことですね。そういうことなんでぜひ頑張って練習していきましょう。ありがとうございました。